ケーキマウンテンのソーシャルディスタンスがどうなっているのか見に行きましょう。かっこいい。ソーシャルディスタンステープが建物と一体化してます。幻想的ですね。蛍光テープがもともとついてるかのように。コカ・コーラの看板もかっこいい。これ結構足元テープみたいに暗がりなので便利かもしれないですね。たまにこう暗いと、ね、外の光が入るとあまり反応しない感じですけども、うわ、うっすらソーシャルディスタンステープが見えます。はい、行ってきます。ありがとうございます。それにしても暗いですよね。あ、暗くなってきたのでまた蛍光部分が光って見えます。ソーシャルディスタンスを守らなくてももうガラガラです。後ろの方にお客さんいっぱいいますけど、どんどん進めます。3個飛び4個飛びみたいな感じで。あ、止まりましたね。すごい綺麗ですよ。一度皆さん行ってください。何年ぶりかにスペースマウンテンに乗りますが、この景色は少し見ても価値があるんじゃないですかね。懐かしいですね、この VTR も。はい、懐かしい。結構怖そう、どうしよう。あ、ここ少し明るい。うわー、これはかっこいいですね。久しぶりに見ましたけど、こんなに暗かったでしょうか。結構暗いから足元、あ、見えますね。一個ずつ進む、一個ずつ進む。これアトラクションの一つみたいな。これ考えた人やっぱりこういけてますね。ソーシャルディスタンステープが暗闇に入るなんてちょっと想像してなかったですよね。なんかもっと増やしてもいいんじゃないですかね。一体化してますからね。降りてきた。あれ？一個飛びで乗ってますね。間隔空けてるんだ。で、次の人たちも一個飛び、一個飛び、一個飛びで乗ってます。これは、これキャーっていうのが飛ばないためなんですかね。行ってらっしゃい。奥の方にもソーシャルディスタンステープ見えますね。はい、次の人たちも、はい、一個飛び、一個飛び、一個飛び。これどっかで消毒作業とかしてるのかな。いろんな乗り物が止められては再開するみたいな感じでありますからね。まあ、それではここら辺ぐらいで終わりにします。乗り物はやっぱりキャーって叫んじゃいますよね。パーク1、ソーシャルディスタンスのテープが美しいスペースマウンテン、また乗りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねを。